今回は二階堂ふみさんについてご紹介します。日曜のドラマ美版でも絶賛熱演中の女優さんですよね。二階堂ふみさんに関するキーワードは12歳でグラビア、慶応大学7年生、ももクロファンです。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにバストサイズはE カップと言われています。二階堂ふみさんは1994年9月21日生まれの沖縄県を出身の女優さんです。和食の料理人のお父さんと沖縄出身のお母さんの間に生まれた二階堂さんですが、幼い頃より映画好きの母に連れられて映画館へ行っていた経験から映画女優を志すようになりました。12歳の時にフリーペーパー沖縄美少女図鑑でグラビアデビューされています。そのグラビアがスカウトの方の目に留まり芸能界入りされました。その後は小学生向けファッション雑誌ニコラの専属モデルを務めるなど、ファッションモデルとしてファッション誌や広告へ出演するようになりました。若干12歳でのグラビアデビューとはすごい世界もあるんですね。女優としての活動は2007年の13歳の時にテレビドラマ受験の神様でデビュー、ポスト宮崎葵として関係者の注目を集めていました。この時期は沖縄と東京を行き来しつつ仕事をしていたんだそうですが、高校進学を機に上京し活動を本格化されています。2011年の17歳の時にロックバンド新生かまってちゃんをめぐる若者たちを描いた青春映画劇場版新生かまってちゃんロックンロールは鳴りやまないで映画初主演を果たし、その翌年の2012年に公開されたその紫苑監督作品秘密はベネツィア国際映画祭に出品され、最優秀新人賞を共演の染谷翔太さんと共に日本人で初受賞されました。さらに翌年に出演された映画の男地獄でなぜ悪い四十九日のレシピでの演技が評価され、横浜映画祭やブルーリボン賞にて助演女優賞を受賞。2012年には平清盛で大河ドラマにも初出演しました。この時期での活躍が目覚ましいですよね。高校3年生だった2012年から2013年にかけては複数の映画やテレビドラマの撮影で多忙を極めたことから現役での大学受験を断念していますが、撮影現場にも参考書を持ち込んだりと努力を重ね、2014年の20歳の時に一浪で慶応義塾大学総合政策学部に栄養を入試での合格を果たしました。2020年に7年生で在学中と報じられていたそうです。卒業できているという情報がなく、もしかしたら在籍期間が長引いているため今は助席になっているかもしれません。今もテレビで引っ張りだこで大学に行く時間が本当になさそうですもんね。2016年からは日本テレビぐるぐる99の人気コーナーグルメチキンレースゴチになります。に史上最年少の新メンバーとして出演し、同時にバラエティ番組へ初のレギュラー出演となりました。レギュラーとしては2年間出演し、お芝居の方に集中させていただきたいということで卒業をされました。クビではないのに辞めるパターンもあるんだとこの時知りましたよね。2020年には NHK 連続テレビ小説エールに出演、ぜひこの作品に携わりたいとしてヒロインオーディションに臨み、オーディションで見せた熱演と歌唱力により2000人の応募者の中から選出されました。その年の紅白歌合戦では赤組司会を担当されトップ女優となりました。女優以外の活動として複数のファッション誌に連載を持ち、小説新潮に小説形式での書評ただいま文筆修行中を2014年から執筆連載するなどの文筆活動も行っています。さらには2018年にファッションモデルの元浦セリナさんを被写体とした写真集を発表し、写真家としてもデビューを果たしています。同年にさらに水曜日のカンパネラのメンバーで友人でもあるコムアイさんを週刊プレイボーイ創刊55周年号では元ジャニーズの山下智久さんの表紙グラビアを撮影されています。多彩すぎる才能ですね。同じく女優の有村架純さんとは東京の里山で休日を一緒に過ごすなどの交流があってとても仲がいいんだそうですよ。ヴィーガンを自称しており、朝ドラでカツを食べるシーンでは実際はソイミートを食していたんだそうです。桃色クローバー Z のファンでもありライブにも足を運んでいるそうです。アイドルが好きなんじゃない、ももクロが好きなんです、と語っています。6歳の時にガラスの10代、を聞いてから光る源氏のファンでもあり、メンバーでは宇都宮浩二さんのファンで、寝室の壁には大きな宇都宮さんのタペストリーがかかっているそうです。
今後も素敵な人たちをご紹介していきたいと思います。それと二階堂ふみさんのことをぜひチェックしてみてください。それではまたの動画でお会いしましょう。ご覧いただき本当に本当にありがとうございました。